ジョイ・カーボーンは、アメリカ合衆国出身の音楽プロデューサー、作曲家、編曲家、カルボーンとも、映画、里見八県伝での音楽担当を皮切りに、矢沢栄吉のツアーへ同行、その後、邦楽シーンでの作曲、編曲、その他日本での音楽プロデュースを、数多く担当する。アメリカ合衆国ニューヨークシブルクリン地区にて、イタリア系の家系に生まれる。5歳の時に、 カトリック修道所からピアノを学び始め、後に幼馴染みで同じく音楽プロデュースで名を馳せたリッチーズイトーとバンド活動を行い、ベースと歌を担当。アトランティックレコードとバンド契約したがヒットに恵まれず、カーボーンは同社で郵便仕分けのアルバイトを始め、有名ミュージシャンらの録音風景を目にしたことで音楽制作に興味を持つ。キーボード奏者として、 多くのミュージシャンをサポートしたほか、1980から90年代に放映されたテレビのオーディション番組、スターサーチの音楽スタッフとしても9年間携わる。日本との関係は1982年からで、スターサーチのパイロット版で優勝したカシュジョンオバニオンを随悼とプロデュースしたことがきっかけで、第11回東京音楽祭へ出場するオバニオンと一緒に、 日本に赴いた。その時の縁で日本での仕事を増やしたいと考え、外国人アーティストのプロモーターとして知られていた長島達次に手配を依頼し、日本映画里見八犬伝のサウンドトラック担当という仕事を得る。そして矢沢英吉やドゥービーブラザーズの日本ツアーにキーボーディストとして同行した。1985年に手がけた。 ホンダのスクーターの CM 曲をきっかけに、ジャニー北川と知り合い、少年隊を手始めに、ジャニーズ事務所のタレントへの楽曲提供を手掛けるようになった。徐々に、日本での活動に重きを置くようになり、月光、エリオのプロデュースや、ジャニーズ事務所所属ユニット作品などの J-POP に1000曲以上を提供し、ヒット曲も多い。ABEX やソニーレコードのアドバイザーのほか。 東京スクールオブミュージックなど、シゲル系学園グループが経営する、音楽系の専門学校で特別講師も務める。テニスベルフィールトと共同作曲、l i s a h o ンと共同、スティーブン・イート共同、アンソニー・モッツァと共同、ジェフ・カルザーズと共同、一人ぼっちの夜空に、アンダーグラウンド・トレーン、マイ・ロード、ゲット、A.G.R.I.P., 月下美人、I.I.M.Wishing。 マイラブ、ライク、エータイフーン、アンビシャス、白い花赤い花、地上に舞い降りた天使たち、シルバースプーン、ビートルズも戦争も知らないけれど、リバーオブティアーズ、やがて訪れる春が、ハットエイビーフロムザ、ニューヨークストリートツーザ・キング・オブ・ジャパニーズ・ポップス、ジャパン・タイムズ、マール14、2009、ABCD 以上イカルボーネ・キープス・ザ・ヒッツ、カミング・ジェパントゥ・デイ、メイ、レ霊ゴ、 2012業界特別ゼミ特別講義東京スクールオブミュージックダンス専門学校ありがとうございます。